はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、焼酎です。高類焼酎。焼酎名人。です。こちらですね、なんと、宝酒造の、会社が宝酒造なんですけど、まあ、ローソンで売ってました。アルコール度数25度のやつですね。焼酎高類。となっておりまして、原材料がサトウキビ糖蜜ですね。ですね、容量が 220ml で値段が確か160円ぐらいなんですけど、なぜか、なぜかっていうか、宝酒造株式会社なんですけど、だからね、その隣にね、この商品の隣に、普通の宝焼酎が売ってて、で、値段が宝焼酎の方が20円、25円ぐらい高いんだよね。だから何が違うのかなと思って。よう分からんので、何違うんかなと思って。まあなんか違うんやろうけど、何が違うんでしょうかって。いう感じなんですよ。だからまあ、まあなんか違うんだろうけど、何が違うのかさっぱりわからない。だから飲んでみようかなと思って。まあ本来なら飲み比べするべきなんでしょうけど、まあ、飲み比べすることもまあ別にいいかなと思って。まあ普通に飲んでみようかなと思います。焼酎名人。乾杯。ああ。うん。うん。宝焼酎ならではの、このピリピリっとする。結構宝焼酎って、結構アルコールのピリピリ感が強いんですよ。多分なんか違うんでしょ。おそらく製造方法とかが違う。エネルギーとか、カロリーに関しても、多分違うんだろうけど。宝酒造で、まあ何かが違うんでしょうね。おそらく。お、なんだこれ。え、宝焼酎の、なんかオンラインショップ見たら、え、なにこれ、宝モダン。って何？あ、関係ねえのか。多分見た目が変化しただけだよ。びっくりしたな。え、なにこれ、宝焼酎のレモンサワー用25度。レモン系の香りの成分を含むハーブを原材料の一部に使ってる。へぇー。ああ、なるほどね。レモン焼酎みたいなもんか。ほぉー。レモンサワー用焼酎なんて発売したの？これ見たことない。まあ、これ 1.8 リットルと 720ml があるんで、今度 720ml これ見かけたら買ってみましょう。うん。レモン風味の焼酎ってことなんでしょう。おそらく。うん。まあ、値段が、まあ、若干高いな。レモンサワー用。まあ、俺主に焼酎、高類は、レモンなんだよね。レモンで割って飲むのが好きなんで。レモン系の香りの成分を含むハーブを原材料の一部に用い、当社独自のレモンペアリング製法によってレモンサワーにすると、レモンの風味が引き立つレモンサワーのための高類焼酎って書いてある。
まあ、いわゆる、まあ、人みたいなもんですね。スピリッツの人みたいなもんでしょうか。ハーブを使ってるってことは、まあ、香味付けしてるというのは、多分、蒸留する際に、レモンの果皮かなんかを、蒸留のところに置いて、うん。やってるんじゃないかな。なにこれ？宝焼酎日本25度 700ml、桜だる貯蔵熟成酒 3% 使用だ。原材料の一部に桜葉過去国産を用い、桜餅のようなほのかに甘い香りを実現した新化学新価値香類焼酎。これ見たことない。これいつ販売したの？発売したんだ、これ。あ、これも今度飲んでみよう。桜餅ってことはあれか。ズブロッカみたいな。ズブロッカ的な。なんか結構いろいろ出てるね。新しい焼酎結構出てんな。あれ？今普通にこれ飲んでたけどさ。焼酎名人。いや、普通の高菜の焼酎よか、これ多分柔らかいぞ、味が。高菜焼酎もっとダイレクトになんか結構、ぐさぐさっと喉に突き刺さってくる感じがするんやけど。あれ？これ結構安いくせに、いや、まあ、うん、まあ、それはあれなんやけど、単品で飲むにしては、普通に、喉に突き刺さってこない。というか、かなり飲みやすいぞ、これ。あ、すごい。全然喉に、カラーってこない。喉にピリピリっとした感じが来ない。ただ、最初の口当たり、飲んだ瞬間のその口当たりっていうのが、口にピリピリっと来るのはあるんだけど、飲んだ後に、喉の奥あたりで、ピリピリっと来ない。むしろ焼酎名人美味しいんじゃない？まあ単品で飲むにしろだけど。まあ基本的に高い焼酎っていうのは、割って飲むのがやっぱ一番美味しいと思って。割って飲むとやっぱ焼酎の味っていうのが、割った時に、サワーとかで割った時に、焼酎の味が、生きてくるっていうより、生きてくるっていうよりは、死なないんだよね。味が。宝焼酎単品で飲んでも、結構味がダイレクトに、まあ、来るんですけど、その味が割っても、死ななくて残ってるんで、結構味がわかりやすいっていうか、あ、今酒飲んでるなっていう感じはあるんですよ。それが宝焼酎の良さなんで。まあそれでいて大五郎みたいに、まずくないっていう。うん。美味しくないっていうこともない。ので、まあ非常に。まあ俺宝焼酎は大好きなんですけど。もう宝焼酎の、宝酒造のね、株券買いたいぐらいのレベルのね、宝焼酎大好き人間なんですけど、宝酒造大好き人間なんですけど、大好き人間っていう割に別にぶっちゃけて言うと、ぶっ
別に大好きでもねえなって思うのは、宝酒造で売ってるその芋焼酎とか、麦焼酎とかに関しては一切飲んでないっていう。本当にただの宝焼酎のだけが好きみたいな。あと、純とか、ね、その、焼酎、香類のみが好きっていうだけなんで。あ、でもほんとすげえ飲みやすいな、これ。焼酎名人。あら？これはあれやな。これ飲みやすいな。これはちょっと、金宮焼酎と飲み比べる。金宮焼酎とちょっと飲み比べる。最近ちょっと、チェイサーを用意してると。最近ね、焼酎の香類の飲み比べにハマっております。金宮。ちょっと金宮、キッコーミヤ。飲み比べよう。あ、金宮が一番その癖がなくて、まあどこでも売ってるっていう意味で、割とまあ割とっていうかなりメジャーな部類で。かつ、まあ、癖がない。のでね、乾杯。あれ？辛さとしては、金宮と同等レベルですね。全然辛くない。むしろ金宮の方が若干なんか、辛さとしては残るな。アルコールの、その、辛さ。アルコール臭っていうのかな。金宮よく甘いですね。こっちの方が、焼酎名人の方が、金宮に比べると甘い。それでいて、まあ、ほとんど癖がないんで、これ全然宝焼酎と比べると全然別物ですね、これ。おそらく。宝焼酎よか、断然癖がない。なんでこんなに値段安いんだ。割るように作られてねえのか。宝焼酎は多分割るように作られてるんだろうけど。あえてその癖を残して、宝焼酎っていうのは、あえて癖を残して、割った時に、焼酎の味が、引き立つように作られてるんだと思うんですよ。多分ね。うん。これは全然普通にあれだな。うまい。金宮と比べても謙遜なんや。
ただね、いや、うん、難しいな、これ。むしろ金宮の方がなんか辛い気がする。あの、焼酎の辛さが多分金宮の方があると。焼酎名人を5だとすると、5だとすると、6、金宮6ぐらいある。で、よく考えると別に甘い？甘さもないしな。金宮の、焼酎の辛さを、若干抑えたのが、これ焼酎名人。多分、これ、金宮の、よくはうまいぞ。まあ、金宮っていうのは割ったらどうなるかっていうのはわかんないですけど。個人的にあの、金宮は、まあ、癖がないっていうので、あの、割ったら、何かホッピーとかさ、まあ、サワーで割ると、金宮っていうのは、俺個人の意見で言うと全然味しないんで、金宮で割ると普通に面白くないっていう、その味をその壊さないっていう意味で全く面白くないんです。だから宝酒造とかの方が、あ、焼酎飲んでるなっていう味がするんで、全然好きなんですけど。だから、金宮っていうのは、ぶっちゃけ俺あんまり好きじゃないんですよ。あの、単品で飲まない。ただ、この焼酎名人は、あの、単品で飲む部類としては、あの、金宮が個人的には好きです。あの、全然癖ないし、水かなーっていう。あの、それで行くと、だるま焼酎に多分匹敵するんじゃない？だるま焼酎に匹敵するんじゃないかと思うぐらい。これすごいな。値段も普通に安いけど、ただこれ、あの、4リッターとか売ってないんですよね。多分。これ、この 220ml のやつしか売ってないっていう。残念な。しかもローソン限定。っていう。本当にあれだな。水だな、これ。コクなし。甘みはあるな。若干あるな。香りはまあ別にない。香りもなし。近い。ほぼなし。これを買っていいと思うぞ。多分、金宮よか下手したらうまいんで、まあ、ただ俺、そのまま、この焼酎自体をストレートで飲むってことがないから、まあ、あれなんですけど。1324です。ご視聴ありがとうございました。